岸田総理大臣は与野党の主要党首と会談し、地震への対応をめぐり各党に協力を求めました。政府は被災地に届ける物資の支援を強化するほか、現地の寒さ対策などのため、今年度の予備費から47億4 0万円を支出する方針で来週9日に閣議決定します。また、来年度予算案の予備費についても増額など必要な変更を検討します。 能戸半島地震の甚大な被害を受け、TXN チャリティ募金では義援金を受け付けています。皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災された方々に届けられます。